んちゃすむんすけです。イケボーズ頭武将ランキングやっていきます。出家している武将ではなく顔グラが剃髪している坊主頭武将限定でのランキングです。まず30位は民宿慶春高貴な教えを説き総計イケボーズ。29位は岩正寺四世十字岩正寺少尉長島一向一揆に参戦した血の気の大総計イケボーズ。28位は北条家の外交僧板部岡公節祭目がクリクリ若き日の海老蔵さんに似てる系イケ坊主。27位は本願寺の暴漢下妻信頼でかい術を首から下げてると強そうに見える系イケ坊主。26位は魔王信長の弟小田浦久眩しいわ。この顔グラフィックなんか眩しいわ。25位は本願寺十世発祖本願寺少女白い着物と合唱スタイルが大物感を演出系イケ坊主。24位は越前朝倉系家臣大月景秀名刀みたいな名前妙薬満金丹を創生した石坊主。23位は国威の宰相と呼ばれた徳川家家臣維新通伝絵のタッチが急に油絵みたい。22位は上杉家家臣決山雲翔どう見ても謀略家の雰囲気本庄重長の軍師系イケ坊主。21位は2人目の国威の宰相南光坊天海一説には100歳を超える長命だったとされる系イケ坊主。20位は大友家軍師角熊関僧自らの最後を覚悟した際自身の書いた兵法書を全て焼き払ってしまった系イケ坊主。19位も大友家家臣田原常忍島津家に大敗してしまった耳川の戦いで葬式を任されていた系イケ坊主。18位は伊勢長島に岩正寺を創建した一世十字岩正寺連順いかつめの顔くら実は87歳まで長生きした系イケ坊主。17位は18位連順の弟本泉寺連合凛々しい顔くら実は兄によって破門された系イケ坊主。16位は相良家家臣インド頼康坊主にヒゲがワイルド戦場で敵とレンガの応酬をした系のイケ坊主。15位は島津家中高の祖島津実心斎いろは歌で有名な島津四兄弟のじいちゃんはむけちゃった系イケ坊主。14位は武田家家臣駒井紅白祭内政外交を担当した白ひげおじいちゃん系のイケ坊主。13位は結城四天王の一人水野や政村重鎮のオーラが出ている武勇に優れたワイルドヒゲ坊主。12位は立花家家臣由布惟信生涯65回の合戦に出て65箇所の傷を受けた系のイケ坊主。11位は阿蘇家家臣甲斐宗雲ヒゲも髪もなくてもこの迫力顔面狂気系のイケ坊主。10位は美濃のマムシ斎藤道さん再度ちょろっと毛生えてるけど許容範囲系イケ坊主。9位は大和の国衆筒井純系2歳で家督を継いだ困り顔系のイケ坊主。8位は宝蔵院流僧術の祖宝蔵院院営やはりでかい術が強そう感を増幅させている系イケ坊主。7位は主戦派の本願寺暴漢杉浦玄仁上杉軍や織田軍と戦を繰り広げた武人系イケ坊主。6位は本願寺暴漢から池田家家臣となった池田重俊逆立つ眉毛と顔面の威圧感がすごい系のイケ坊主。5位は毛利家の外交僧安国寺絵系関ヶ原の戦いの西軍の中心人物で不敵に微笑む系イケ坊主。4位は本願寺11世発祖本願寺賢女魔王と10年以上戦った男はデカ術着用のイケ坊主。3位は豊臣家家臣宮部慶順秀吉からの信任を得て鳥取城主となった普通に優秀な武将系イケ坊主。2位は今川家軍師大元節祭覇気をまとった横顔これぞイケ坊主。イケオジランキングに続いてランクイン。さあ坊主頭武将の残る最後の一人は1位は総集ラッパ風魔忍者の棟梁風魔小太郎です。
身長7尺2寸、目や口が裂けて牙が4本飛び出ていたとされるモンスターイケ坊主です。黒装束に耳を包み、闇夜が非常によく似合っています。続いてはランキングには入らなかったが紹介しておきたい坊主頭武将番外編です。番外編武将は北条家5代に仕えた北条玄庵。なんでこんなにヨボヨボおじいちゃんに描かれた？97歳まで生きたとされるので晩年はこんな感じだったんでしょうか。さあ、いかがでしたでしょうか。坊主頭武将ランキング、武田信玄や上杉謙信、立花道雪など実際は出家してるのに兜や頭巾をかぶってる武将がまだまだ多くいたんですが、今回は省かせていただいております。別のランキングでのランクインを楽しみにしていてください。ご視聴ありがとうございました。次回のランキング動画は可愛い姫武将ランキング予定しております。そちらの動画もよろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。ムンスケでした。ありやっすー。